生きることは食べること。食べることは命をいただくこと。飯すっか。さてどれでこれにすっか。こうしてこれをかけたらどんな味かなと。いってらっしゃい。お、いい感じ。しゃ、そろそろかな。おお、焼けてんじゃん。いただきます。おお、うめえ。そろそろ冷えたんじゃねえの。お、いいね。よし、今日食べた、いや、いただいた肉は俺が手塩にかけて育てた牛だ。畜産業だった親父の後を継ぐのが嫌で、東京でサラリーマンをやっていた俺も結局は田舎に戻って親父の後を継いだ。ん？何これ。なあ、試しに買ってみたらいいけど、これまずくね？だな。なんか、並ぶほどじゃねえよな。せっかくさ、無理して買ったのにな。捨てていいよ、それ。あ、めっちゃ、いいらね。お前、悪い。何捨ててんだよ、お前。いや、いいじゃん。俺の金で買ったんだし。いやいや、普通にそこで捨てるとは思わなかった。食べることは命をいただくこと。かわいそうに、この肉だって命だったんだぞ。いいか、生きることは食べることだ。食べることは命をいただくことだ。命をつなぐために命をいただく。だからこそいただきますって言うんだぞ。食べることは命をいただくこと。育てた牛を出荷するときは正直少し辛い。何も知らずに屠畜場に運ばれていく牛を見てるとね。そういえば一度だけ屠畜場に行ったことがあったな。
これから起こることを察してか、怯えたような不安げな牛の目が忘れられない。命をありがとう。大事にいただきます。もし道に迷って難儀しております、凍える身上、火に当たらせていただきとうございます。近くへ行っても構いませんか？あ、はい。その格好で山の中を？あ、おけがありませんか？大丈夫ですか？テレビの撮影かなんかそういう。なんだかな。あ、飲み物飲みます？肉食べたい。肉食べていい？そこに。何やってんだよ。お前が育てた牛だね。え？おいしい。え？そう、お前が言った通り、生きることは食べること。食べることは命をいただくこと。毎
に育てられた牛はお前を信じてたはず。よもやお前に食べられるとは。いただきます。食べることは生きること。悪いことではない。そうだろう。夜の山は生贄を求めます。いいですか？火を絶やしてはいけませんよ。